こんばんは、レトロゲーム大好き、中古ゲーム屋巡り大好き、おやじです。今日は8月の20日でした。昨日8月の19日、なんとね、友達とまた遊ぶことができまして、中古ゲーム屋巡り行ってまいりました。その中でね、今回は結構ね、ゲームもまあちょっと買ったんですけども、あ、いつも通りね、ここ最近やってるちょっとその一日を振り返りながらのね、ゲーム開封動画になってますので最近のちょっとつまんないなって人はね、ピュッとやってもらってね、それはもうごめんなさいまあ以前も言ったんですけど、ちょっとね、思い出をこう自分の中でね、日記としてこうお話しながらね、紹介していこうかなっていうのをね、最近ちょっとやってまして、これがあまり人気ないようでしたらやめてはしまうんですけども、まあそういう感じでやってきました。どこ行ったかな。まずね、ゲオ行った。まだね、ゲオセールやってたんでゲオ行った。でゲオに行った後に、どこ行ったんだっけな、もう一日空くと、もうお年寄りのおじいちゃんの私はもう分からなくなってきました。まあ行きまして、で千葉のね、南エリアの方に行ったんですよ今回は。なんでその後は袖ヶ浦がね、ハードオフハウスに行って、で木更津に行って、でその後木更津のブックオフに行って、で君津行って、ハードオフ行って、で最後茂原行ったのかな。全部でね、5、6件のハードオフ、ブックオフなんか行きました。でその中の1件でね、ゲーム購入してきましたので紹介します。この日はね、こういうこと以外にもね、ちょっと有名なテレビで紹介された お弁当屋さんで弁当を食べたりとか、公園散歩したりとか、複数の動画を撮ってきたんでね、そこら辺をね、一緒に見てもらえるとより楽しいかなと思っております。それではね、ゲーム紹介していきたいと思います。ちょうど今ね、今年初の梨動画を今撮って、梨を食べたところだったんですけども、美味しかったです。まずはね、こちら、プレス2のね、ポイズンピンク。まあ、以前から気になってて、ハードオフなんかで100円2回ほど見たんですけども、1個は説明書がなくて、1個は CD が傷ついててやめました。今回ね、このブックオフさんだったんで中が見れないんですね。だから説明書が汚かったりとか、 CD が傷ついてたりっていうのはね、もちろんちょっと覚悟の上で買ったんですけども、今回なんで買ったかっていうとね、ともチャンネルのともちゃんがね、めちゃめちゃゲーム買ってたんですよ。今回ね、テイルズシリーズを集めるなんか言ってて、 PSP なんか取ったら取っただけ100円のがどんどん出てきて、で買ってたんで、まあ、私も負けられないと、そういうところもあってね、まあ、以前から気になったこちらのポイズンピンク108円購入したんですけども、ケースはね、擦り傷はちょっとあるかな。問題はね、中なんですよね。パカッ、ちょっとね、まあ、CD 先行こう。あ、思ったほどは汚くないな。あ、汚くないというか、傷はないな。このね、私結構ね、今までちょっと言ったことなかったんですけど、私ゲーム買うとね、本当に大事にするタイプで、ゲーム買うと CD に、あ、ディスクのこのケースに、梱包されてるビニールあるでしょ？それをね、ここら辺で取って開けるじゃないですか、ピッて。そしてこうポッポッポッてこのビニールを取ったら普通捨てちゃうんですけど、私かぶせます、これを。もうケースさえ気づかない、傷つかないように。で CD もね、とても綺麗に扱って、ディスクなんかも、違う、説明書なんかもね、すっごい綺麗に置いとくんですね。私大型なんですけど、父親の大型の血を引いてるんですけど、母親のね、 A 型なんじゃねえかっていうぐらい几帳面。どのぐらい貴重面かっていうと、ブックオフとかで本棚にこう漫画本が並んでるでしょ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 それのね、関数がずれてたのを直すぐらい貴重面で、こうひっくり返ってるもんならそれも直すぐらい貴重面。あ、説明書はね、綺麗。これね、結構綺麗よ。
相当綺麗だわ今見たら。あ、すいません、ちょっと申し訳ありません、よだれがあの熱を帯びて、私のトークに熱を帯びてよだれが出てしまいました。これちょっとね、申し訳ないですけど、まあ大体だんだんね、年を取っていくとそういういろんなところからね、ものが出てきちゃうんで、それは勘弁してください。これね、説明書ほんと綺麗。あの、今までハードオフで見つけた中でもね、一番綺麗だわ。中開けた感じはケースも綺麗、CD も綺麗、説明書もすっごい綺麗です。ケースの外側はね、やっぱり擦り傷あるんですけど、これはまあしょうがないですからね。で、こちらね、ゲームはね、その毒はファンタジーをダークに染める。バンプレスト、フライトプランが放つ本格シミュレーション RPG ですね。このね、やっぱりジャケ買いってやつかな。この主人公の女の子、可愛いよね、かなりね。可愛すぎて告白しないタイプですけど、これちょっとね、前から気になったんで、購入しました。1本目、ポイズンピンク。2つ目はね、こちら。私がね、いつも見させていただいて、まあ、順番間違えてない。2つ目、こちら、新三国無双4が108円だったので購入してきました。はい、で、話を戻しまして、なぜこれを買ったかっていうと、私がね、いつも見させていただいてるゲームをね、紹介するチャンネルがあるんですけど、そこでね、新三国無双の、まあ、実況的なゲームプレイ動画みたいのをね、上げてまして、それはね、4か3か5か、ちょっと覚えてなかったんですけど、それを見ててね、私もやりたいなと思って。で、私の中ではね、新三国無双は2で止まってるんです。2と、猛将伝かな止まってるんで、プレステ2だと、この三国無双4が一番新しいのかな、新しいのっていうか、あの、一番ね、新しいのかなと思ったんで、108円だったんで購入しました。この新三国無双も猛将伝があるのかな。ケースはまあまあそこそこ綺麗ですね。この間ね、天外魔鏡を買った時、これにブツブツって穴が開きそうな傷があったのがね、ちょっと嫌だったんですけど、これは結構あれです。じゃあ、開けます。ほんとね、ブックオフさんとかね、開けてないから心配なのよね。はい。外 CD は綺麗よ。もう大丈夫。相当綺麗。中も綺麗。CD ももう綺麗っぽい。CD じゃない。説明書もすごい綺麗っぽい。使用感ほぼなしだね。あ、綺麗綺麗綺麗。さっきのポイズンピンクと同じぐらい。ポイズンピンクもね、A ランクプラスぐらい言ってもいいぐらい。中身は。この三国武装もそう。私はね、三国志はね、前からちょくちょく言ってると思いますけど、関羽雲長が好きなの。強いだけじゃなくて、義理に熱いってところがね、好きなのね。だからね、関羽雲長の他に、長領のあだ名が出てこねえな。あんだけ好きだったのに。長領、文言、違うな。これ書いてあるかな。長領はでも好きなの。長領もやっぱり義の人だからね。で、信長の野望とかね、そういう系のやつも私好きでやるんですけども、基本的にね、ゲームやるときはね、織田信長やるの。結構配下武将とか強いから。でもそういうね、義理に厚いって意味では上杉謙信とかが好き。長領出てるけど、あだ名まで書いてないな。でも、文言とかそんな名前だったよね、長領のあだ名ね。うん、説明書きれい。で、中にね、新三国無双のトレーディングカードゲームのチラシが入っております。今まで2本いいよ。次3本目。こちらちょっとね、私前から気になってたんですけど、それをいつの間にか忘れてて、実際多分ね、108円でなかったんだと思う。で、買ってきたのはね、これ最後の1本です。こちら。プレイステーション2ソフト、三国志戦記。108円。これをね、なぜ思い出したかっていうと、昨日じゃなくてその前にね、三国志戦記の2が売ってたのね。
それを見て、あ、そうだ、このゲーム出てたんだと思って、で、そこには1がなくてね、で、昨日友達と行ったところで1があったので買ってきました。外側は結構綺麗だな。外側は綺麗だとちょっと怖い感じがしてくるな。うん、なんか重量感ね、タクティカルシミュレーションゲーム、三国志戦記。もちろん光栄ですね。家計落石、10面埋伏、戦法を組み合わせ、敵の大軍を殲滅せよ。これってなんだろうな、シミュレーションゲームの、シミュレーション、ゲームのジャンル書いてないんだよな。私の想像はね、策略を使う、自分がこう、軍事的感じのね、シミュレーションゲームだと思う。戦法連鎖、諸葛亮、周遊ら、軍師の地謀を知る。突撃伏兵家計など、そういう戦法をプレイヤーが巧妙に仕掛けて、罠をタイミングよく発動することで連鎖が起こって敵にダメージを与えるとかね、そういうことがあるんで、そういう系のね、策略系ゲームだと私はちょっと思ってるんですけど、どうでしょうか。じゃあ開けますね。これがドキドキ緊張。ユロピコ。ああ、よかった、綺麗よ。今のと、説明書は綺麗。問題 CD。CD 外っ面は綺麗。中は、おい。あ、十分十分。上等上等。上等綺麗です。さ、説明書の、他はついてないですね。中はすごい綺麗ですよ。説明書もほぼほぼ使用感はありませんね。今から約1800年前、戦乱の極みにあった中華の地に3人の英雄が現れる。後に三国志と呼ばれる壮大な物語の始まりであるということでね。ゲームを知るには。まあでもやっぱり光栄さん作ってるんでね、三国志戦記のこのキャラクターは、新三国無双っぽいね。同じようなあれにしてあるのかな。若干ね、三国志なんかは少しずつ絵が変わったりするんでね。まあ、そうそう、孫作。ゲームの流れ、前の戦略ターン、戦略ターン、移動実行、戦闘、外交交渉、東洋実行。あ、東洋なんかもあるんだね。あ、一応ね、土地がこう出てるから、やっぱりちょっと普通の三、でも三国志と一緒の意味はないからね。戦略に特化したシミュレーションゲームなのかもしれないね、戦国の。はい、ってことでね、以上になります。今回はね、こちら、三国志戦記1と新三国無双4で気になっていたポイズンピンクと3本のね、ゲームを購入してきました。友達はね、相当買ってるんで、ちょっと羨ましかったんですけども、私もそれなりに良作のゲームが買えてよかったです。それではね、ご視聴ありがとうございました。それではまたね、お会いしましょう。Continue!